¡Adecorí! ここまで来たんだ。妙だな。誰か死体を見たか？いいえ、見てません。全員逃げたんだよ。きっと巨人を発見したのが早かったんだ。そうか、そうですよね。誰もいない空き家を巨人は壊したのか。それになぜ馬が残っている？ タイマツの調達は済んでいるが、出発するぞ。聞いたか？今あいつが。俺には何も聞こえていない。今は任務に集中しろ。 ありえないんだけどさ、あいつなんか母ちゃんに。ゴニ、今がどんな状況か分かってんのか。俺たちの働きが何十万人もの命に影響してんだぞ。兵士なら今最善を尽くせ。ああ、そうだ、その通りだ。 南班はその後も捜索を続けたが、破壊箇所を特定できぬまま逆方向から壁沿いに南下してきた七夕たち西班と合流した。長時間にわたる捜索のために疲労も限界に達していた調査兵たちはボールローゼにほど近い古城 ウトガルド城で休息を取ることにした。出発は日の出の4時間前だ。我々が交代で見張りにつくから、新兵はしっかり休んでおけよ。あの、もし本当に壁が壊されていないとするなら、巨人はどこから侵入してきているのでしょうか。 もしかしたら当初想定したほどのことにはなってないんじゃないでしょうか。ああ、確かに巨人が少ないようだ。壁が本当に壊されたにしてはね。それを突き止めるのは明日の仕事だ。今は体を休めることに努めろ。おい、ところでお前の方はどうだったんだ。いろいろ走り回って大変だったろ。 まあ当然だよな。まさかこんなことになるとは。休む前にもう少し情報交換をしておこうか。特に君はいろいろと見てきたようだし、状況を聞かせてくれ。ところでコニー、お前の村はどうだった？壊滅した。巨人に踏み潰された跡だった。 そうか、そりゃ。でもみんな、うまく逃げたみたいで、それだけは良かったんだけど、ただずっと気になってるのは俺の家にいた巨人だ。自力じゃ動けねえ体でなぜか俺の家で寝てやがった。 こいつ、なんだか母ちゃんに似てんだ。ありゃ一体。コーニー、まだ言ってんのか。お前は<笑>お前の母ちゃん巨人だったのかよ、コーニー。じゃあなんでお前はチビなんだよ。おい、
おう、うるせえな。バカらしくなってきた。その説が正しければお前の父ちゃんも巨人なんじゃねえのか。じゃねえとほらできねえだろ。うるせえ、クソ女、もう寝ろ。うん、そうだね。ゲルガーさんの言ってた通り、今は体を休めなくちゃ。さて、おしゃべりはこのくらいにして、君たちはもう休んでくれ。全員起きろ。屋上に来てくれ、全員すぐにだ。月明かりが出てきて気がついたら。なんでだよ、なんでまだ動いてんだ。日没からかなり時間が経ってるのに。どうなっているの。おい、あれを見ろ。敵、なんだこいつは。巨人っていうか、ありゃ獣じゃねえか。なあ、あいつ壁の方に。すごい体当たりだな。おい、待て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 待ってくれ。ふざけんじゃねえぞ。新兵は下がっているんだよ。けど君には戦ってもらおう。なんでやねん。ここからは立体機動装置の出番だ。新兵なのに。来た。